はい、こんばんは、トーマツ鈴木です。今日はですね、この間も前動画出したんですけど、カズヤチャンネルのカズヤさんがアカウントバーンされたんですが、今復活したみたいなんですよね。また、まあ YouTube ね、一時期バーンされ、カズヤチャンネルのバーンされて、アカウントバーンされ、復活する前のバーンされた時に、あれですね、カズヤさんの、カズヤチャンネルのカズヤさんの動画アカウント、なんかもう一つ作って、なんか避難所みたいに、もし万が一バンされたら、ここで動画投稿す、アップする予定だったんですけど、なんか復活したので、今はあれなんですけど、まあやっぱそれ見てた動画は急上昇ランキングね、1位のつみたいなんですよね、カズヤさんのね動画ね、結構すごい見てる人多いんだなと思いましたね。やっぱカズヤさんすごいと思いますよ。もうこんだけね、6年もね、動画出してね、政治ね、いろいろね、やってあれなんですけど、やっぱカズヤさんすごいなと思いましたよ。はい、やっぱね、他の YouTuber さんも結構ね、カズヤさんのね、アカウントバンされた時に心配したね、声、動画ね、いっぱいありましたから、なんかね、やっぱカズヤさんはやっぱり影響力すごいと思いますよ。はい、ほんとね、急上昇ランキング1って言ったらもうすごいですよ、カズヤさん。ほんともうアカウントね、バンされて復活しましたけどね、今はまだちょっと復活したけど、ちょっと動画1つしかないみたいですね、今のところ。はい、まああれなんですけど、一応 YouTube ね、一体どうなってるのかな。まあ多分もうなんかあれですね、やっぱなんかスパム行為とかなされて、前の動画が、出した動画がいけなかったんですかね。この間出してた動画、なんか、赤坂の自民党の議員たちが、こういうね、被災する前、西日本豪雨の、直前に、やっぱこういう赤坂の方で、自民党でしか、なんか名前忘れたんですけど、こちらで、なんかね、なんか、開かれるなんかね、パーティーみたいなやつで、それで、なんか、SNS で投稿したら、こういうので、騒いでて、なんか一応、朝日新聞もなんかそれで批判してたのかな、わかんないんですけど、ちょっと、詳しいことわからないんですけど、一応、こういうのについてね、なんか朝日新聞批判してたみたいじゃないですか、和也さんが。やっぱ、またなんか朝日新聞をポイって動画で なんかはずっと投げたんですけどね、やっぱあれがいけなかったんだと思いますね。いや、朝日新聞の職員から見たら、やっぱあれの動画不愉快だと思いますよ。やっぱどう考えてもね、はい、これはするべきではなかったと思いますよ。はい、まあ和也さん、ちょっと なんかね、こういう左翼には厳しいですから、ちょっとね、動画すぎることはしないでいただきたいですね。やっぱね、特に韓国についてやっぱね、こういうネトウヨとか保守系の皆さんは一応韓国にすごい厳しいですから、まあ差別的な発言はもう本当にしないようにした方がいいと思いますね。はい、まあ一応和也さんすごいなと思いましたね。はい、まあ今日は動画もうこれだけしときますね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。